はい、えー、山際大臣が辞任されましたよねまあ事実上の更迭ですよねそりゃそうでしょうあの答弁見ててどうですか皆さん都合の悪いことは思い出せません忘れましたで後追いで証拠が出てきたら思い出しましたそんなこともあったかもしれないこういうふうなね記憶力のない方がどこの大学を出てきたんでしょうねどんな経歴を送ってきたんでしょうねご家族の方はあの放送を見て恥ずかしくなかったんですかね 奥さんも離婚した方がいいですよ。お子さんはもうこれ家出ですよ。こんなお父さんがね、一家の主だったら、とてもやりきれないと思います。まあ、反面教師として私たちは、こういう人間にならないように生きていきましょう。まあ、人間はやっぱりね、恥を知らなくちゃね。確かに、恥っていう罪はありません。懲役もありません。金庫もありませんし、家料もありませんよ。でもね、恥をなくすことっていうのは、 人を亡くすことにも等しいんじゃないかなと思いますね。ところが、この山際さん、瀬戸際ばかりか。<laughs> なんかコロナの担当になったみたいですね。<laughs> いやー、小川淳也さんが言ってましたけども、その下の根も乾かないうちに、さすがに任命されても断れようと思いますよ。どうしてこう何度も何度も人前に出れるんだと思いますけどもね。一体誰がこの人を倒産させたんですか衆議院議員の18区だということですけども、 該当する有権者の方はまとめて恥をかいた方がいいと思いますよこれはこんな人をねまあ国会議員にしてさらに大臣になっちゃうわけでしょ岸田さん岸田さんもさもお疲れでしょう、ね、別にやめろとは言いませんけども、まあ、増税はやめてくださいよとりあえずねもう腹もないですよポケットこうやってねつまみ出してみたら粉が出ますよ どうしてもね、増税したいんだったら、お前が払えよ、お前が。ね、岸田さん。岸田さん。もうね、税金の計算もめんどくさいですよ。稼げば稼ぐほど無視していくんだから。もうね、頭使って、岸田さんも、ちょっとね、豊かな日本を作ってください。我々事業者が、いくら下支えしても、もう端から端までぶんどられてね、こんな山際大臣、 みたいな、山際議員みたいな人の給料になっていくんじゃ無駄遣いもいいとこですよ。もう金返せよ。ねまた電話するからね。山際大臣のところに。大臣じゃないかも。もうなんか大臣って言葉が板についちゃって嫌ですね一回でも大臣やると。ねこれでも経歴になるわけでしょなんかね恥っていう経歴は履歴書につかないんですかね日本人の恥ですよ。宇宙人が地球にやってきて地球人の調査をした時に。 まあ山際さんのことを見てね地球人はこうでしたっていうふうに,あの本国に行って連絡しないいいででもらいたいですよね。例外的にこういうしょうもない人もいるけれども他の日本人はどうかな他の地球人はどうかなっていうふうに宇宙人さんには調査を続けていただきたいと思います。それれででは山際さん、お疲れ様でした。